ストレスビルヘネスさんは、メキシコ北西部のバハカリフォルニア半島にある、バハカリフォルニアする州、ムレヘに位置する複合火山である。それは三つの火山で成り立ち北東から南西へ、並んでおり、北東から一番、古いエルビエホ、中央のエルアスフレ、そして南西にある一番、新しいエルビルヘンである。三つの火山の中で最も際立つエルビルヘンは、 ドレスビルヘネス3として一般に知られている。複合火山での最後の噴火はエルビルヘンであったが、その年代が討議されている。イエズス会の宣教師で、クロアチア人のフェルディナント昆虫着によって描かれた地図には1746年の噴火への参照が含まれている。しかし、放射分析年代測定では年代が合致しない。 火山性堆積物の中で見つかった木炭の断片は今から約6,515年前のものと年代を特定された。実際の噴火より新しくなければならない原部、岩質溶岩流は今より約2万4千年前と特定されている。エルビルヘンで採取したテフラの断片を年代測定した結果とも一致し、エルビルヘンは約3万6千年前に噴火したと考えられる。 ありがとうございます。